心、技、体、この3つが全て備わったものが横綱にはふさわしい。その横綱を目指して今場所は大関白石島、そして後楽園、この2人が頂に挑みます。牛乳パックで紙相撲、平成26年1月2月場所です。実況担当私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。まあ今場所は何と言いましても2人の大関が頂点を目指してという、そういった場所になりますね。解説の海坊主さん。そうですね、まあそういった意味でもやはり初日が重要という形になりますけれども、まあ今日に関しては後楽園が備前焼き、そして白石島が高尾さんという形なんですけれども、はい、まあ後楽園としてはね、このマッチョブラザーズのお兄さんである備前焼きというところなんですが、この備前焼きっていうのが後楽園ですとか白石島には強いというところがありますので、後楽園としては初日ちょっと厳しいかもしれないですね。平成26年の戦いが始まる牛乳パックで紙相撲でございます。特にこの牛乳パックで紙相撲は5月になりますと5周年を迎えるわけであって、はい、まあ、記念すべき1年となることでしょう。さあそこに横綱昇進という明るい話題があるのかどうか、うん、平成26年1月2月場所初日の取り組みが始まります。十両の取り組みです。牛乳パックで紙相撲、平成26年1月2月場所、これより初日十両の取り組みであります。モルエラングレートにことにかぜ、東方モルエラングレート東十両5枚目、室蘭市出身室蘭部屋、西方ことにかぜ西十両5枚目、札幌出身タック部屋、これより十両の取り組みであります。十両の取り組みが始まります。タイムライン上、未完成さんありがとうございます。親方から来ましたね。ありがとうございます。こんにちは。音声のみ一生中ありがとうございます。親方、ね、はドキドキのコンバーションになりますね。いやどうせだったらもう二人同時にねゴールインしたいですね。ゴールインというかね、横綱にね結婚ですか。それ言ってて思いました。二人同時にゴールインって、結婚みたいだなと思いまあそういったね、結婚という明るい話題もいいかもしれませんけれども。さあ平成26年1月2月場所、綱取りがかかった2人がいるわけですけれども、その前に十両の取り組みは左新十両モルエラングレートです。右が大ベテラン37歳のことにかぜという一番から始まります。19歳と37歳年の差18の対決大相撲でも同じようなことがありましたが、左はモルエラングレート、前に出られるか、右ことにかぜ突き押し、制限時間いっぱいです。よしみやって今日脱ぐだい、ぶつかりました。脱ぐだい脱ぐだい突っ張り合い、やや下がったことにかぜです。引き落とし、モルエラングレートが勝ちました。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてモルエラングレートの勝ち。19歳が勝ちました。まあちょっとことにかぜやや焦ってしまったところがありましたね。浴びせに行くタイミングがちょっとずれてましたね。まあモルエラングレートはよく相手見てましたね。見事でした。勝ったのはモルエラングレートです。白星スタート、新十両での嬉しい白星です。室蘭部屋モルエラングレート、勝ったのは敗れたことにかぜは黒星スタートとなっています。パンケーキちゃんに創生側、東方パンケーキちゃん東十両3枚目、神奈川県出身神奈川部屋、西方創生川西十両3枚目、札幌出身札幌部屋、新十両同士です。まあ先ほどのモレーラングレートもそうですが、この2人もトーナメントで勝ち上がったという、まあ、今場所新十両新入幕と多いんですよね。多いですね。まあ、そして実力もね、まあ、新十両ながらにも、はい、実力もねきっちりあるなっていう印象を受けますね今回は、うん、23歳のパンケーキちゃん、そして創生が21歳ではありますが、トーナメントでね何度も出場してようやく勝ち取ったこの十両です、うん、土俵上制限時間がいっぱい。パンケーキちゃん、この長い腕を生かすか、
創生川浴びせもあります。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のでぶつかりました。組み合った左の回し入るかパンケーキちゃんです。浴びせていくのは創生川。右の回し入りました。浴びせていく首投げはパンケーキちゃん。首投げパンケーキちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は首投げでパンケーキちゃんの勝ち。まあゆっくりとした投げではありましたけれども、ね、まあ創成川の右手がねこう回しに回っていたんですけれども、だからそこをまあね取っていったのか、まあパンケーキちゃん首から首根っこを掴んでゆっくりといきましたね。勝ったのはパンケーキちゃん白星スタート、創成川黒星スタートですが、両者ただ攻めてはいましたから2日目以降も楽しみです。海洋丸に撮影券メルカバ。東方海洋丸、東十両筆頭、江差町出身函館部屋。西方薩駅メルカッパ、西十両筆頭、札幌出身タック部屋。十両最後の一番であります。十両最後の一番、ベテラン同士というふうに言っていいでしょう。31歳になった海洋丸と30歳の薩駅メルカッパ、今場所各力士一つずつ年齢が加算されております。1月5月9月になると年齢が一つずつ増えるというのが紙相撲年齢です。浴びせ倒し合戦になりそう。両者キャリアがあります。左海洋丸、右撮影決めるカッパ。十両最後の一番、制限時間いっぱいです。両者見合って今日の腕ぶつかりました。組み合って突き倒し、撮影決めるカッパが勝ちました。ただいまの決まり手は突き倒して撮影決めるカッパの勝ち。意外なことに激しい相撲でしたけれども、そうですね、まあ、メルカッパもこう浴びせていこうというところもあったんですが、手で、持っていったという形になりましたね。今のは強烈な一発でしたね。撮影決めるカッパ勝って白星スタート、海洋丸黒星スタートです。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成26年1月2月場所の初日の中継でございます。三役力士が出てまいります。土俵入りです。東方より三役力士土俵入りであります。さあ皆さん、ぜひタイムライン上でよいしょの掛け声、もちろん録画ご覧の皆さんもどうぞ。東方三役土俵入り、先導は関脇伏子親分、札幌市出身みのり部屋。東の関脇は今場所伏子親分であります。32歳になりました。初日は千歳マンとの取り組みです。大関清水館、清水町出身清水町部屋。こちらは大関としては2場所目になります清水館です。今日は高畑不動明王式神残機にとの取り組みです。最後は大関白石島、岡山県出身春日部部屋。さあ綱取りへ白石島、連勝記録もございますけれども、さあ初日高尾さんとの取り組みが組まれています。さあでは皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょがねらんやかずなになるよ。さあ横綱へ向けて、そして自身の連勝記録も2桁10にまで伸びています。連勝記録は14連勝という記録が元横綱タッグ、そして現役の清田のんちゃんと2人が持っておりますけれども、これを超えられるかという、そういった楽しみもある白石島です。変わって西方三役土俵入り、先導は小結高尾さん、東京都出身春日部部屋。高尾さんです、新三役であります。今日は大関白石島との取り組みです。小結清水ロケット、清水町出身清水町部屋、これまた新三役です。若手が上がってきました清水ロケット、今日は横綱戦です。関脇与一山、与一町出身大久海部屋、これまた新三役関脇です。与一山、場合によっては大関昇進の可能性もある今場所であります。初日は飛騨高緑山との取り組みです。
大関江戸みどり、東京都出身ほぼピンベーや、カド番の江戸みどり、初日は野田 R2D2 との取り組みです。大関千歳ソードマン、千歳市出身千歳ベーや、大関復帰の今場所千歳ソードマン、初日はエイトプリンスとの取り組みです。最後は大関後楽園、岡山県出身春日部ベーや、さあもう一人の綱取りへ、後楽園であります。初日はちょっと苦手かもしれない備前焼との取り組みです。さあではまた皆さん一緒に良い賞の掛け声お願いします。いっぱいいますね6人ってちょっとずつやってもいいんじゃないですかみたいないきますよ、せーの、よいしょ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 、そうです、このあのどこにしようなの横綱になるよこっちもそうでしたねタイムライン上、オベアンさんありがとうございます。ありがとうございますさあ、三役の土俵入り慌ただしい感じでしたけども6人初じゃないからねえ、あんまりないですよね三役の土俵入りでございました。後ほど横綱土俵入りもございます。初日の取り組みはご覧の通りです。さあ、中入りの時間に入りますけれども、まずは番付の紹介から参ります、今場所も、まあ、先ほどね紹介しました通り新三役あるいは新入幕が非常に多いんですけれども、番付表を皆様にご覧いただきましょう。まずは東ですね。東の横綱はもちろん今場所もキリダンサーです。そして大関東が白石島清水館と入りました。関脇は伏子親分です。この関脇伏子親分ですけれども、関脇の地位をずっと守っております。三役在位としては13場所、これは歴代4位、来場所まで三役を守ると14場所となるとトップタイということになります。ヌーアズベツ、東くん、ワンパクの3人が14場所という記録を持っています。あとまあ関脇にずっと居続けるというのも確か5場所目になるんですかね。連続の関脇在位、これも5場所も大雪山と並ぶことになりました。そして新三役清水ロケットが上がってきています。こちらも楽しみですね、解説の三坊主さん。そうですね、本当にまあ若い力士というところはあるんですが、実力はもうはっきりしてますので、まあ、もっともっと上狙ってほしいというところありますね。そして西の方もご覧いただこうかなと思いますが、西はこちらですね。どうでしょうかね、今場所後楽園、千歳ソードマン、江戸みどりと、まあ大関が5人になりました今場所です。こういう感じになりますね。まあ、もちろんちょっとねこの大関、まあ特に西側のこの3人っていうところはまあまあ後楽園もね横綱かかってるからそうなんですけれども、この与一山と高尾さんがね、まあ、関脇として小結びっていう風に上がってきていて、まあ上の大関3人っていうのはまあまあまあ実力があるので、まあ大関も守ってきたしっていうところもあって、まあ千歳ソードマンもね上がってきたっていうのはありますけれども、この与一山高尾さんあたりがねこう一気にまた上位狙っていくっていうところになったら面白いなと思いますね。そうですね、まあ与一山は場合によっては7勝以上上げるとなると大関昇進という可能性があります。もちろん大関の白石島後楽園、この2人もまあ優勝が前提ではありますけれどもね、
7勝あるいは8勝以上であれば白石島後楽園ともに横綱昇進、うん昇進と、ね、なっておりますけれどもなるであろうと思いますけれども、さあ西の上位陣です。残機にが筆頭ですからね、うん、ここまで上がってきました。まあまあ高尾さんもそうですし残機にもそうなんですが、この小兵でありながらね力強い力士っていうのは確かに上上がってきてて面白いなと思いますね。そうですね、先場所7勝を挙げました残機に、高畑不動明式神残機に、あの最強力士決定トーナメントでは最強の称号を得ましたからねそうですね、大関あたりも狙えるような地位かもしれませんよ。やり方によってはね全然全然上行くと思いますね。野田 R2D2 は2枚目、千歳マン3枚目、ミラクルスターも上がってきました4枚目、自己最高位です。じわりじわりと上がってきますね。横綱戦がもしかしたらあるかもしれないという地位ですね。ハッピー新潟ワンパクト、続いてまいりまして東です。東の上位陣、備前焼エイトプリンス飛騨高緑山、東くんシノロの星が5枚目、自己最高位です。そして心臓人間札幌も自己最高位上がってきましたね。きましたね。いやだからこのシノロの星と心臓人間札幌ちょっと注目したいですね。心臓人間札幌はもうチョンボもなくなってきてるんでそこなくなるだけでも随分違うなと思いますからね。7枚目以下ですね。ティコツーミ、カスカビアン、周回道、富士の牛島、清田のんちゃん、水戸千葉新入幕です。この辺のラインナップもみんな気になりますね。そうですね、ティコツーミーもね、うん、自己最高位上がってきました7枚目。本当層が厚くなってきてますね。キャラクターにも飛んでますよね。そうですね。そしてそれ以下12枚目以下ですね。ムーアツ別、室前、ムーアツ別ともに残りました。なんとかなんとかね幕の内ギリギリ残っています、はい、ベテランになりましたからねこの2人もね。いやー特に室前あたりはねちょっとこの辺でくすぶってほしくないですね。そうですね。では西の7枚目以下です。太陽の秋田小町エンジェル、北陸越前丸、阿護江別、江別丸が10枚目に上がっています。湘南トカゲ新入幕です。来ましたね。楽しみですね。この力士が本当に幕内の力士とどう絡んでくるのかっていうのが本当に非常に楽しみですね。新仙台江ノ電丸も来ましたね。新入幕です。これ新入幕力士が非常に多くて5人ですからね今場所。いやしかもその5人ともねやっぱり実力あるなと思うんですよ、ね、だから誰が上がってくるのかっていうのはちょっと注目したいですね。池田うなぎ犬も新入幕、住川丸もトーナメントで勝ち上がっての悲願の新入幕です。いやほんとこの辺の力士ねちょっと頑張ってほしいです ね、 ね新入幕が多いだけに本当にフレッシュな顔ぶれとなった今場所です。重量も見ておきましょう。重量西から見ていきましょうか。西はこちらです。撮影決めるカッパ、清水お化け、創世川新重量、大谷ちゃんも新重量、うん、ベテラン琴美風が、平成21年9月場所まさに創世期からずっと本場所出場を続けていて、うん、27場所連続出場をまあトーナメントで勝ち上がって決めているという、うん、スレスレのところなんですけど、スレスレですけどこれちょっとずっと続けてほしいですね。そうですね。東です。海洋丸、御殿場富士、パンケーキちゃん、備中神楽、モレーラングレート、パンケーキちゃん、そしてモレーラングレートが新重量。まあ本当キャラクターに富んでるというか、う、ね、見た目にも面白いし実力もある力士っていうのを皆さん本当ね作っていただけることが多くなってきましたね。そうですね。そしてこの後の取り組みはご覧の通りです。まあ今場所はそういう意味では楽しみなことが多いですね。新入幕力士もそうですし本当にね、まあ、上から見ても下から見てもみんな注目力士がたくさんいて、はい、どこから見ていいのかなっていうのが本当に一人一人見て、まあ、面白い場所になるんじゃないかなと思いますね。力士のエントリーも募集しております。3月場所から参加ができるエントリーは、募集をしておりますのでぜひぜひ皆さんまずは牛乳パックで紙相撲で検索してみてください。ではここでユーストリームで
放送しているゲーム情報番組ほぼピン部屋でもおなじみほぼ6時で水ピン集合のコマーシャル音声をお送りします。どうぞ。ほぼピン、今全米が注目、感動の声多数。一度聞いたらやめられない。ホボピン最高。ネット対戦がすごい熱いんですよ。ミスピンかっこいい。ホボピン最高。司会の人がとっても面白い。イカスデオさん、今日も頭がテカってるぞ。いつ見ても楽しい。対戦できて面白い。グダグダ水ピン。ほぼ6時台を水ピン集合、略してほぼピン。毎週金曜夕方6時からニューストリームで絶賛放送中。はい、お送りしましたのはほぼ6時台水ピン集合のコマーシャル音声でございました。ほぼピン部屋でもおなじみでございます。ぜひ皆さん番組の方もねご覧ください。さてこの後は幕の内の取り組みが始まります。改めて取り組みちょっとご覧いただきますけれども、新入幕力士がどんどん出てきますね。そうですね、まずまあ竹里団地関と、まあ、住川丸から始まり、まあ、室前池田うなぎ犬と続いていきますけれども、まあね、本当に注目どころがたくさんいますので、一番一番、注目していきたいなというところがあります。本当に見た目も、面白い力士と、そして実力が兼ね備わったっていうね、力士が多いのでね。さあ注目です。初顔も多いですね。序盤戦幕の内前半の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成26年1月2月場所、これより初日幕の内の取り組みであります。竹里団地関に住川丸、東方竹里団地関、東前頭15枚目、埼玉県出身春日部部屋、西方住川丸、西前頭15枚目、札幌市出身みのり部屋、これより幕の内の取り組みであります。幕の内の取り組みが始まります。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。新入幕住川丸悲願のということになります。十両での本場所経験はありましたが、トーナメントで勝ち上がってここまで上がってきました。さあ緊張感などもどうですかね。25歳、積み重なる。いやまあこの表情を見てる限りでは緊張感なさそうですね。あ、なさそうですね。浴びせ倒すぞ倒すぞと見せかけて浴びせないというのも持ち味です。積み重なる竹里団地関、こちらも幕の内残っています。28歳、前に出られるか。制限時間いっぱいです。両者もやって今日のぐらいぶつかりました。下がった炭川丸、浴びせる体勢か、ヒーター引き落とし、竹里団地関の勝ち。ただいまの決まり手は叩き込んで竹里団地関の勝ち。決まり手叩き込みです。炭川丸初日黒星です。まあ下がるまでは自分の取り口だったんですけども、ちょっと焦ってね浴びせに行っちゃったっていうところがね、まあ長さ的にちょっと足りなかったなっていうところありましたね。ここは幕の内としてのキャリアのある竹里団地関が勝っています。炭川丸は黒星スタートです。室前に池田うなぎ犬、東方室前、東前頭14枚目、北海道伊達出身伊達部屋、西方池田うなぎ犬、西前頭14枚目、鹿児島県出身鹿児島部屋、
ベテラン31歳になりました室前と21歳新入幕の池田うなぎ犬です。先場所十両で勝ち越してのこの位置です。解説の三本さん、はい、さあ池田うなぎ犬、いやーほんとね、まあ、室前に対してどういう相撲を取るのかっていうのが非常に楽しみなんですが、まあ、この長い体を生かしてね、まあ、前に出ることができればいいんじゃないかなっていうのがあるんですけれどもね、まあ、内側がピンクっぽくて本当にうなぎをさばいた時の中身みたいな美味しそうな感じなんですけれどもねさあ幕の内でどういった相撲を見せてくれるんでしょうか。右池田うなぎの前に出られるか、室前も前に出る相撲です。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴り、ぶつかりました。浴びせる体勢は室前です。寄っていく室前、出る室前が寄る、左の喉も入った、引き返し池田うなぎ犬逆転。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して池田うなぎ犬の勝ち。池田うなぎ犬が新入幕、嬉しい白星。まあこの長い体で巻きついてこうポンと外に出したみたいな感じにね、なりましたけれども、こういう相撲ができればうなぎ犬いいですね。新入幕での白星スタート池田うなぎ犬です。室前敗れて黒星のスタートです。ヌーアツ別に江ノ電丸、東方ヌーアツ別、東前頭13枚目、札幌出身タック部屋、西方江ノ電丸、西前頭13枚目、神奈川県出身神奈川部屋。さあ新入幕です。どんどん出てきます江ノ電丸。でかいですね。でかいというか長いというか、まあまあだからこの江ノ電丸もね、このでかい体を生かした相撲を見てみたいですね。相手ヌーアツ別もね、決して小さくはないんですけどね。そうなんですけれども小さく見えますね。もう江ノ電丸にこう乗車するんじゃないかっていう感じの中に入っていく感じですね。そうですね、江ノ電に乗車っていう感じですね、はい。タイムライン上オブヤンさんが先ほど池田うなぎの相撲やったっていう喜びのコメントです。おめでとうございます。さあヌーアツ別潜り込んでいくんでしょうか、どうでしょうか。元大関右江ノ電丸新入幕、前に出られるか、電車道となるのかどうか。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴り、ぶつかった左の張り手一発、江ノ電丸潜り込むのはヌーアツ別、後ろもたれの体勢です。もたれていくのはヌーアツ別、ヌーアツ別な勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してヌーアツ別の勝ち。右手突き出しです。ヌーアツ別が勝っています。まあここはキャリアの差が出ましたね。うまく中に入ってこう押していったっていう感じになりましたね。ヌーアツ別が白星スタート、江ノ電丸新入幕黒星スタートです。水戸千葉に新仙台、東方水戸千葉、東前頭12枚目、茨城県出身茨城部屋、西方新仙台、西前頭12枚目、宮城県出身ほぼピン部屋。背中がくるーん来ましたね水戸千葉の背中がくるに関しては、今度来週までには出ますけれども、新しい公式ガイドブックに載ります牛乳パックで紙相撲公式4コマ漫画、はい、その中で水戸千葉の回がございますので新作が焼きみりもさん作ってくださってね、ありがとうございます。ありがとうございます。水戸千葉の背中が来るが題材です、はい、ただねこの水戸千葉の得意技がねこの背中で挟むなんですけど、はい、背中で挟む前に勝負が決まることが最近多いんですよ、うん、だからそこまで自分の実力を発揮する前に勝つことが多いので、はい、まあ、真の実力を発揮したいなっていうのをつぶやいていたっていうのをさっき聞きましたね。ああそうですか、はい、先場所特に重量でしたからね、はい、重量ではそれを使わずともここに来たんです、勝ち上がってきたんですから、だから今日ここで背中で挟むのをちょっと見てみたいですね、久々にね。そうですね、相手は新仙台、さあどう戦っていくかでありますけれども水戸千葉新入幕25歳です。茨城県出身左側、右は新仙台、宮城県出身です。浴びせがあります。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴り、ぶつかった、下がった新仙台、下がってしまった新仙台です。突き出し水戸千葉白星です。
ただいまの決まり手は突き出し、突き出して水戸千葉の勝ち。今日も前を向いた相撲でした水戸千葉。そうですね、回るまでもなく突き放した段階でその力が結構強かったっていう形になりましたので、背中来るのはいつの日になるんでしょうね。新仙台はどうしましたかね、立ち合いからちょっと意表つかれたんでしょうね。突き放しの一発が、まあ、逃げたんですかねとりあえずそれもあったかもしれない。後ろ向かれるのが怖かったんですか ねちょっと様子を見ようとしてちょっと勢いが余っちゃったかなっていうのはありますね。水戸千葉が新入幕嬉しい白星です。新仙台倉橋スタートとなっています。富士の牛島に湘南トカゲ。東方富士の牛島、東前頭10枚目、埼玉県出身ほぼピンベア。西方湘南トカゲ、西前頭11枚目、神奈川県出身神奈川ベア。新入幕湘南トカゲです。くしくもまあね、湘南トカゲ浴びせ倒し得意なんですけども、富士の牛島もまあ浴びせていくっていうところのこの浴びせ倒し合戦になりましたが、そうですね、富士の牛島としてはこの富士ロックかけれないでしょう。そうですね、かかりませんねワイドスクリーンにはね。ワイドスクリーンにはねワイドビジョンワイドビジョンこれはね、だから富士の牛島としては引いていく形になると思うんですけれども、押し合いの可能性もありますね。これ押し合いの可能性もありますね。さあ注目湘南トカゲ、先場所十両で優勝してのこの11枚目の番付です。相手は富士の牛島、やや番付を下げています。28歳、湘南トカゲ22歳です。浴びせ倒し合戦となるでしょう。富士ロックかワイドビジョンか、制限時間いっぱい、両者見合って、今日のぶつかった、押し合う両者、浴びせ倒し、藤の牛島の勝ちここは幕の内の意地。テーマソング流れます、牛島のテーマ。いやいや驚きました。そうですね、いや早速洗礼を浴びましたね。そうですね、湘南トカゲここがやっぱり壁あるんですよね、こう幕の内のこう力の差っていうのが。そうですね、無敵かと思いましたからね湘南トカゲ。いや見事でした、引きつけてのという技でしたけれども。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して富士の牛島の勝ち。突き倒しを取っています。左のあれは腕ですかね、なんでね、腕なんでしょうね、支え込んで最後は浴びせには行ったんですけど、浴びせる前に相手は倒れてましたから、もう気がつけましたからね、あの恐ろしいシュールですよ、木がスクリーンを倒すいやいや恐ろしいまでの力を、力を見せましたね。今場所だから藤島ちょっと稽古を積んできてるかもしれないですね、浴びせ倒しに対してのね。ねえ、湘南トカゲは初めて負けましたね。ああいう倒され方っていうのはなかなかなかったんじゃないかなと思いますね。もう初めてですね。だから前傾姿勢の力士に対して今後こうね、あの順位も上がってきて、はい、まあ前傾姿勢の相手に対してどうやって浴びせていくかっていうのは今後の課題かもしれないですね。そうですね、激しい押し合いでした。勝ったのは富士の牛島、湘南トカゲ黒星スタートです。周回道に清田のんちゃん。東方周回道、東前頭9枚目、埼玉県出身ほぼピンベア。西方清田のんちゃん、東前頭11枚目、札幌出身タックベア。さてここで牛乳パックで紙相撲のルールについて紹介いたしましょう。全国から集った力士たち、身長 6.5 センチ、片足の長さ 2.7 センチまでという規定の範囲内の力士たちでございます。しこ名は地域にちなんだもの、地名や特産物の名前などを含めていただいております。まあ、全て、含まれていますので、ぜひこういったしこ名からあどういったことなんだろうななんていうのをね調べてみるのも皆さん面白いかもしれませんよ。そして紙相撲の世界としては、先ほどから再三年齢を申し上げていますが、年齢の概念がございます。今場所は年齢が加算されているということになります。
詳しいルールあるいは力士の作り方なども今載っています。公式ガイドブック無料でダウンロードができます。新しいものが、今週中には1月のですから、24日25日頃までにはアップされると思いますので、ぜひぜひこちらの方もご覧ください。エントリーも引き続き受付しています。今送ると3月の、本場所進出者決定トーナメントに間に合います。ぜひ全国のまだうちの地域ないなっていう方送ってください。お待ちしてます。結構な地域ないですね。まだまだまだないですよ。まだまだないですかね。47都道府県まだまだね、足りませんからぜひぜひお待ちしております。お待ちしてます。さあ土俵上です。こちらはもうベテランの域に差し掛かろうかという、左周回道29歳、右清太のんちゃん28歳、過去対戦2対2、さあ5度目の対戦です。浴びせていけるか、右清太のんちゃん引き技があります。周回道あるいは吐き出しもあります。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のぐだぶつかりました。のぐだ突っ張り合う、浴びせる体勢は清太のんちゃん引いていく、引き渡し、周回道の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として周回道の勝ち。清太のんちゃん大丈夫でしょうか顔面からいきましたね。ちょっと引かれて、阿部さん倒しが引かれて顔面から行きましたけれども、ちょっとね、2日目ちゃんと顔面に包帯巻いてないことを祈るだけですね。そうですね周回道が勝ちました。白星スタート、清田のんちゃん黒星スタートです。えべつ丸に北陸越前丸、東方えべつ丸、西前頭10枚目、えべつ市出身のっぽろ部屋、西方北陸越前丸、西前頭8枚目、福井県出身ほぼピンベア。さあえべつ丸が元関脇で、まあしばらくこの本場所からも遠ざかっていたんですが、先場所返り咲いての6勝ですか、立派な成績で番付を上げています。対する北陸越前丸ですけれども、前頭8枚目という今場所です。えべつ丸もだいぶまたかつての輝きが取り戻せているかなという。そうですね、本当に一時期苦しい時期っていうのがありましたけれども、まあ、まあまた元気よくね回ったり、押していったりっていうところを見たいですね。そのくるくる回るえべつ丸、左側北陸越前丸は距離を取っておきたい。制限時間いっぱいです。両者見合って強引のぐだい、ぶつかりました、突っ張り合いになりました。回り始めるえべつ丸、のぐだい、のど輪になった北陸越前丸、どうでしょうか。両者距離を取っている、下がってしまったのは越前丸でした。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してえべつ丸の勝ち。常に距離を取っての両者でしたが、勝ったのはえべつ丸です。ちょっとね回りながらの遠心力でついていったっていうところがありましたけれどもね、北陸越前丸がちょっとね今日はね安定してなかったなっていうところが印象的ですね。えべつ丸31歳、白星スタート、敗れて北陸越前丸黒星スタートです。カスカビアンにアゴエベツ、東方カスカビアン、東前頭8枚目、埼玉県出身ほぼピンベア、西方アゴエベツ、西前頭9枚目、江別市出身のっぽろ部屋。カスカビアンも29歳、アゴエベツ28歳と、やはりキャリアもそれだけ積んでますもんね。いやーこの2人ももうそんな年齢になったんですねなんか若手若手と思ってましたけどね、もう結構キャリア積んできましたね。カスカビアンは特にね、次の大関なんて言われてたこともありましたが、ちょっと今くすぶってますね。もうちょっと時間もないですね。そうですねこの辺りで止まってる時間もないですね。もうそろそろ一皮むけたいところですね。回しを掴んで前に行くカスカビアン、アゴエベツはアゴロックがあります。両者形を持っています。過去対戦5対1、アゴエベツ大きくリードです。制限時間いっぱい、両者見合って強いのぐだい、ぶつかりました、回し入った、寄っていく、切り返し、際どい相撲はアゴエベツに軍配物言い、物言いですここは物言いが出ました。勝負審判元横綱タッグ、もんどり打って両者が倒れましたが、アゴエベツ上ですね、アゴエベツ上ですね、いや、びっくりしましたね、すごい今の抱き合いながらお互
いをかまい合いながら倒れてびっくりしましたね。実は仲いいんじゃないですかこの2人。ただいまの競技についてご説明いたします。教授軍配は顎へ別に上がりましたが、顎へ別の体が上でありますので軍配通り顎へ別の勝ちといたします。顎へ別。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して顎へ別の勝ち。いやいや驚きました。そうですね、まあ、切り返していったっていうのもびっくりしましたけれども、本当にがっちり組み合っていて、まあ顎へ別もどうにかしようというところがあったんでしょうけれども、カスカビアンもねちょっと多分投げていこうとしたんだと思うんですけれども、そこに体を体をね預けていったっていうところが顎へ別ちょっと一枚上手でしたね。そうですね、まあ むしろ仕掛けたのはカスカビアンだったかなという感じもありましたもんね。仕掛けたのはカスカビアンだったと思います。足かけていって、まあ、投げに行こうかなっていうところだったんだと思うんですけれども、変わず崖にも近いような格好で両者が倒れてきました。ね、見事でしたね。アゴエベツが白星スタート、カスカビアン敗れて黒星スタートです。太陽の秋田小町エンジェルにワンパック、東方太陽の秋田小町エンジェル、西前頭7枚目、秋田県出身ほぼピン部屋、西方ワンパック、西前頭6枚目、札幌出身南急部屋。33歳になりました元大関のワンパクです。今場所はこの番付6枚目。まあ休場もありましたし、先場所はね本当身体をかけてなんていう感じがありましたが、この位置でまたどうですかね、かつての強さというのを見せてほしいですね。そうですね、まあ浴びせていきたいっていうところがありますので、まあカメラ目線もね、まあ、若干戻ってきてるかなっていうところもありますんで、もっと元気な相撲見たいですね。太陽の秋田小町エンジェル、こちらは番付を着実に上げていたんですが、今場所はこの7枚目という番付です。左秋田小町エンジェルは前に出られるか、ワンパク浴びせられるか、制限時間いっぱいです。両者見合って、今日の腕ぶつかりました、浴びせる体勢、ワンパク浴びせ倒し、ワンパクの勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒してワンパクの勝ち。ここは的確にいきましたね。そうですね、これがまあワンパクの相撲と申しますか、まあ相手の嫌な角度に立ってこう浴びせていくっていうね、まあ、やっぱり勝った後さっきよりも目力が強いですね。強いですね。さっき若干薄い感じだったんですけど今すごいしっかり見てますね。ワンパクが勝って白星スタート、33歳ベテラン頑張っております。敗れて太陽の秋田小町エンジェル黒星スタートです。心臓人間札幌にティコツーミ、東方心臓人間札幌、東前頭6枚目、札幌出身タック部屋、西方ティコツーミ、東前頭7枚目、千歳市出身ほぼピン部屋。幕の内前半戦最後の一番です。さあ心臓人間札幌、先場所はもう優勝戦線にも絡みました。番付を上げています、自己最高位です。相手ティコツーミも同じく自己最高位、番付を着実に上げてまいりました。解説の海坊主さん、これはでもまあ楽しみな一番というふうに言っていいですね。そうですね、まあだからティコツーミもまあ前に出れば力強いですし、まあ心臓人間札幌もこの長い腕を使って距離を開ければっていうところになりますので、お互い自分の相撲が取れればどちらもまあチャンスがあるなっていうところがあるんですが、まあティコツーミはこの西側のこちらの方ですからね、はい、これはちょっと期待ができるぞっていう、前に出る力が強くなると言われております。後頭部噛まれてますね。そうですねさあ両者押し込んでいけるかという相撲になるか、心臓人間札幌すくい投げはさすがに打てないでしょうから押し込む相撲でしょう制限時間いっぱい、両者見合って、今日のことぶつかった、ティコツーミ出る、寄っていく、回り込んでいくのは心臓人間、しかし寄るのはティコツーミ、寄る、寄っていく、寄り切りです、ティコツーミの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってティコツーミの勝ち。ティコツーミが勝っています。立ち合い早かったですね。早かったですね、盤石ですね。やっぱりこの押しはね、まあ心臓人間札幌もこうなんとか、まあ、抵抗しようとしたんですけれども、ちょっとね頭噛まれた状態でずっといったんでなかなか力も入らなかったと思うんですけどね、まだ噛み噛みされてますね。そうですね、やっぱり凶暴ですね、うん、この西側につくと、ね、こっちはまあ特にやはり肉食ですね。そうですねティ
コツーミ白星とあんまり言うとほらまたほら親方からのお叱りが、ね、コツーミ白星スタート、心臓人間札幌黒星スタートです。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成26年1月2月場所の初日でございます。幕の内前半を終えました。まあ今場所は何と言いましても後楽園、そして白石島2人が綱取りへという、そういった場所です。まあ大相撲の方のね、綱取り挑戦稀勢の里は残念なことにはなっておりますけれども、こちらの紙相撲界ではね、はい、2人チャンスがあります。楽しみですよね。これはまあいけると思いますよ、実力的にもね。こう後楽園も白石島も、まあもうやっと白石島優勝っていうのもありましたけれども、先場所、はい、全勝優勝ですかね。全勝優勝っていうのもありますし、まあ後楽園もね、まあ最多でしたっけ優勝は、あの去年、そうですね、後楽園と桐段差が2度優勝を、優勝、分け合ったということがありましたけれども、ありましたので、はい、まあまあだからお互いにこう実力というのは十分ありますので、はい、いやーこれはいけると思うんですけれどもね、まあ実力的にはもう文句なしというふうに言っていいでしょうし ね、はい、ただあとはもう精神面、はい、特にこの白石島、本当にだから大事なところであの負けてきたっていうところがあって、まあ先場所ちょっとそのジンクスを打ち破ったかなっていうところがあるので、はい、まあまあ今場所も引き続き、まあ全勝優勝狙う勢いで来てほしいですね。最強力士決定トーナメント、お正月ではね、はい、これも優勝だと誰もが思ったんですが、そうですね、決勝でね、高畑不動明王式神残機に敗れるという、また準優勝だったというまさかのね、これもまた何か白石島が持っている精神力のものなのか何なのか、大事な一番力入るんですよこっちもそこなぜ勝てないんだっていうところありますからね。まあなんとかこの綱取りかかった今場所は、特に白石島は2度目ですかね、うん、綱取りはね、いいとこまで来るんですけど ね、 ね、あ失礼しました、後楽園ですね、後楽園が2度目、うん、ということになりますね、はい、ですからね、あ違います、白石島です、平成25年9月場所で、うん、あの綱取りだったんですよ、うん、だから2度目ですね、はい、それだけに、まあ、一度経験がありますから、うん、その時5勝4敗という ね成績だったんですけれども、まあ、序盤でちょっともう、まあ、チャンスがなくなったっていうね。だからそういう意味でも、まあ、やっぱり今日初日っていうのは大事かなと。そうですね、気をつけてほしい、ね、まあ、終盤5日目から4連敗しましたからね、今回のその時の白石島だから一瞬終わったかなって思うぐらいの勢いでしたから、まあまあそこからまたね復活してっていうところがありますんで。そうですね、先場所は全勝優勝ですからね。まあこの2人、白石島後楽園の今場所の取り組み、特に初日注目です。白石島は高尾さんとの取り組み、後楽園は備前焼との取り組みが組まれています。横綱切りダンサーは清水ロケットとの取り組みです。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成26年1月2月場所の初日、この後幕の内後半です。